積もりを取った結果、電気料金を 40% から 50% も削減できることが分かり、導入を検討していることが報告されました。その一方で、別のマンションの代表は、東京電力以外から電気を購入するには、すべての世帯の同意が必要で、3500世帯があるため、同意を得ること